クンロールスーパーマンの最初4弦の5、5弦の5なんですけど、4弦と5弦の2本押さえるような感じで、2本押さえたままっていうよりは、4弦弾いて5弦弾くときにちょっともう4弦ならないようにしてしまうと音がすっきりします。変に音が残るよりもこういう感じ。繰り返してこれ3回やって、4回目はこの5は弾いたら押さえるのをやめる。手は離さなくていいです。手離しちゃうと離した音出ちゃうんで、押さえるのをやめただけで、その間に3に行って、こんな感じですね。